翔太君が今年は頑張るっつって言うんですよ。はまりますよって言われて。マジっすか。はい、僕のプロファンドのパターを調整していただいてます。すげえフラットだからね。何度ですか。え、もうだってこれ表示に出ないぐらいフラットだから。あ、通常のパターだと69から72ぐらいなんだ。はい、通常売られたやつだと72なんで。あ、だいぶフラット。だいぶフラット。YouTuber です、有名な。お邪魔してます。噂のショータイムですよ。そんな感じ。すげえフラットだな。未信症、あらちゃん。はい、66ぐらいか。66っすか。うん、だ多分1度ぐらいもうちょっと上げてもいいかもしれない。シャフトは削りすぎちゃうかな。適当に。これブラックで。ああ。これ全部ブラック。アウトだ。ミッサン。ミッサン。ミッサン1000です。で、スペアがサラちゃんの1個、奥佐藤君。今曲げたんですか。いや、まだ曲げてない。67かな、ちゃんと分かったら。これが、80が1つと、1000が。伊藤くんの工房がサブチャンで人気だったんで。あ、本当、はい、で、こういう風につける。上に乗せる。そうそうそう。そうだよね、伊藤くんも工房持ってるんで。で、黒ね。こっちでも頑張りましょう。え、こっちでも。はい。この5900円の超曲げすぎた。これを黒で意外とね、クラブってすごい簡単に曲がっちゃうから。そうっすよね。びっくりしちゃうんですよ。大学行った時自分で曲がりました。あ、自分でやったんだ。はい、こういうえ、どうですか。じゃあ、アミッションキーも結構高くないですか。そう、高い。早速だから、ブランクとしてはえ、185きた。別で皆さん、それ農業ちょっと、これ今在庫を調べて、ちょっと今ロフトがね寝ちゃってるから、はい、込めてみて。もう打ちしようか。185。すごい。すごいです。パターン。この、ああ、うん、なんかマークはどっち見える？機械ですね。ゲート側が見ちゃってる。フラットかな、これ。これでもフラット。サラちゃん、箱詰めとか見せた。まだフラット。ちょいフラットっすね。ちょいフラット。はい、よっしゃ、まだもう少しゴリッと曲げないといけない。伊藤くんのところは、はい、なんかどこができるの？工房はもう全部リシャフトから何でも揃ってますよ。あ、何でも揃ってんの。250万ってかけたのえ、工房なのに費用が。はい、マジで。マジでそこ P だね。もあいつ言ってたの大丈夫です。はい、これでもフラットか。結構あ、もういけます。そう、そうそう。これで多分69度ぐらいか。69ぐらいか。クラブね、使ってるとね、だんだん曲がってきちゃうから、はい、大体なんか半年に1回ぐらいは本当はメンテナンスっていうか、アイアンもそうだけど、うん、これで多分いい感じ。いい感じ、はい、目つぶって構えた時に本当は一番いいのは目つぶって、はい、ちょっとこう荷物持ち、上打ち切る。構えた時に目つぶって、こう自然体で構えた時に、
で目開けた時に、はい、あのこうなんだろうぴったり収まったらあの一番いい、はい、その無意識でこう構えた時の内角になるから、はい、でそれで見えるようだったらちょっと微調整しながら目開けて両方はこううまく同じ、これでいいっすよ。あ、ほんと、はい、じゃああとはロフトだけかな。ちょっと、はい、ロフトを調整して、意外とみんなロフトを気にしてないから、はい、なんだろう、一番いいロフトっていうか、まあ打ち方にもよるんだけど、多分翔太くんの打ち方だとちょっとロフトがありすぎるのかもしれない。今ね、はい、3度なんだ。はい、で、なんだろう、本当は一番いいのは0度で、はい、こう横から真っ正面、なんだろう、こうレベルにポンって当たると、はい、球がこう真っ直ぐ上がって、はい、逆にロフトをなんだろうマイナス2度ぐらいからアッパーで使って、はい、それが一番順回転しやすいって言われるんだけど、そのどっちかで打ってるかなって、はい、ロフトはなんだろう、ハンドファースト気味に行くんだったら多少なんだろう少しこう寝かしといた方がいいし、はい、逆にそのアッパーで打つ意味だったら多少立てといてもいいし、はい、どっちっていうタイプ、どっちですかね。で3度だったらどっちでもいける。俺は多分アッパーだと思います。アッパーだからちょっともう一度ぐらい立てても、はい、多分そんな転がり悪くない。速いグリーンに行けば行くほどロフトはない方がいいって言われてて、はい、あのスムーズな巡回転がしやすくなる。だからちょっと少し立ててもいいかもしれないね。このデフォルトのロフトは、デフォルトのロフトはね4度ぐらいあるのかな。結構あるんです、ね、そう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 。で、なんだろう、球がこう沈んじゃい気味の、あのグリーンだと、はい、本当はロフトがあったらこうなんだろう、ロフトないとこうポコンってなっちゃう、はい、こうやって跳ねちゃうから、だからベントのこうちょっと芝が多いやつだと逆にロフトがあったり、はいはい、言われて、まあよくわかんないけどね。なんだろう、ロフトの3度1度ぐらいかな。こういう攻防系はあれなのね、少し人気なのね。人気みたいですね。立てるから逆に、あれ、西さん、ロフト立てればいいって押してくんでしたっけ。なんか4とか4とか、もうちょっと減らしたいんですか。じゃあこっちだね。逆ですね。2.5 ぐらい、うん、2.5 か2度ぐらい。もうちょっと行ってみましょう。もうちょっと行く、うん、2.5 もうちょっと行く。よし、2度。ああ、それがいいかもしれない。なんか69ぐらいになっちゃった。あ、69ではします。大丈夫。はい、大丈夫。さすが。決まりました。決まった。これで多分。うん。これでロフト。ロフトが立った。これでロフトがね、多分 2.5 か2度ないぐらい。はい。で、来角が69。はい。ちょっと一回、来角がちょっと曲がっちゃってるかもしれないから。ちょっと一回またなんか目つぶって構えて、ショート。あ、あれ、わかんないですね。アップカットになったんですか今。かもしれない。あのね、ロフト曲げるとね、そう、あのずれたりするから、ちょっとそこで調整しながら。わかんないですね。わかんない。どっちが見える。あんまそういう感覚、その適当にやってるの分かんないですね。だからそう適当にやっちゃうと、はい、分かんなくなるから、こういうので
強制的に構えさせた方がいいっていう。これどうすか。どうすか。あ、だヒールが浮いてんね。あ、ちょっと、うん、ヒールが浮いてるからちょっとアップライトになってます、ね、うん、じゃあ直しましょう。はい、お願いします。リシャフトはね、まだうちね、ちょっと機械はあるんだけど、はい、まだね、やったことない。どうでしょう。ちょっと分かんない。これ ずっとアップライトな感じですね。あ、本当に。ちょっと曲げが足んなかったかな。あ、でもいい感じ。いい感じ、はい、あ、本当に、はい、大丈夫、はい、4バットしない。5バットしません。5バットしない。そうだよね。見てたよ、オークビレッジ。あれどこだっけ。オークビレッジです。オークビレッジでしょ、スタートホールで。いや、むずいっすよ、あれ。まあでもね、そこはプロで。その後よかったっすか。あ、その後入ってたよね。はい、そうそうそう、その後よかったっす。うん、ミスさん、いいパターンっす。いいパターンっす。あ、いいね、これ。はい、この身長同じぐらいだから、ちょうど構えやすいよ、これ。これいい感じっすよ。いい感じだね。なんか、グリップフックに入れてる？そうでもない。いや、適当に入れたのわかんないですよ。あ、本当に。なんかね、左向いてる気がする。本当っすか。うん。ちょっといいっすか。うん。わ、うん、かんないっす。わかんない。はい。いや、多分ね、左向いてる気がするんだよね。まあね、俺の構え方がそうなのかもしれないけど。そういうとこあんま神経質じゃないんですよね。まあね、まっすぐ入れたら入るってわけじゃないけどね。はい、なんかまっすぐ入れたら入るんだったらね、誰でも入るからね。癖があるから別にそこはなんか、はい、それであってんだったら目に回さなくてもいいけど。あ、いえ、僕のアイアンとかも全然まっすぐじゃないんで。あ、そうなの。はい、自分でやったんですけど。うん。あれ、アイアンバックラインありなの。いや、なしです。なしなの、はい、なしだったら別に適当で大丈夫。グリップあればいいかなみたいな感じなんで。なしだったら別に。これで今入れたらちょっと開いて見えるかもしれない。これ直したんですか今。いや、直してない。これ開いたんですか。いや、まっすぐして、はい、だからフックに、あれ逆か、フックに入ってるから、まっすぐにしたら、はい、こう入ってるから、あ、こうしたら開くんだよ、はいはいはい、だから多少なんか開いてる気がする、うん、まあそれは癖だから別に、はい、変えなくてもいいと思うけど。まあそこは好みかな。わかんない、俺が構えたらなんかこうフックに入ってる気がする。本当ですか。うん、フックっていうか、逆にあれか、開いてんのか。そうっす、左に切ったら多分開いてる。開いてるね、こうだよね、こう、はい、うん、そうだね、開いてる。まあそこは別になんか、はい、個人差だから気になるんだったら入れ替えた方がいいかもしれないし。あ、多分これで完璧ですね。大丈夫だ、はい、大丈夫、大丈夫です。ハイパッドしない。ハイパッドもしません。ハイパッドしない。ハイパッドしない、大丈夫です。こんな感じで、はい、すげえ汚いところで、ありがとうございました。はい、丁寧に作っております。視聴者さんがなんか、視聴者プレゼントありますか。購入してくれたみたいですね、なんか。あ、ね、購入してくれたみたいね、はい、ありがとうありがたいですね、はい、なんかショータイムで視聴者プレゼントやりましょうよ。動画撮ったんですから。え、動画撮ったんですから。動画撮ったんですから。ちょっともうちょっとさ、今度さ、はい、ゆっくり撮ろうよ。わかりました。ゆっくり撮りましょう。
なんかね、晴れてきたし、はい、暖かくなってきたし、はい、何がいいかな。でちょっと、ね、実はあの新製品も、あ、新製品もあるんですか。はい、はい、今準備してるので。じゃあ新製品出てからのがいいですか。新製品出てからのがいいかもね、はい、そうだね。ベニスさん、新製品出てから、そうですね。そうだね、あれ結構いい、かなりいいですよ新製品、うん、まだちょっと詳しくはちょっとどういうモデルかはお伝えできないですけど、はい、一番売れてる機種の進化版なんで、はい、あ、それ何月頃なんですか。4月、4月5月ぐらいですかね、多分一番いいゴルフのシーズンの時に販売しますね。そうす、はい、楽観が、そうですね、今ちょうどないか。でその時期に紹介した方がいいですかね。そうだね、ありがとうございます。こんな感じで編集していただければ、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。